一般的なナッツ類くるみ、アーモンド、ペカン、ヘーゼルナッツ、ブラジルナッツスナックとして販売されている、ミックスナッツ類。アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ブラジルナッツ、ピーカンナッツタネザネ類とは、硬い皮や殻に包まれた食用の果実、種子の総称。別名喧嘩。タネザネ類のうち、好みは一般には、ナッツと呼ばれる。タネザネ類は、喧嘩、角化。 種子の三つに大きく分けられる。喧嘩は外側が非常に硬くなっているものの果実に属し、特に部中のものは角とと呼ばれる内座や帽子状のものに一部、または全部を覆われていることが多く、これを角とかという。栗やヘーゼルナッツなどが喧嘩に含まれる。角化は一般的な果実として想起されるものの一つであり、果実の中心に一つの大きな角があるものであるが、 ナッツとして利用する場合は、核の中に存在する種子を食用とし、アーモンドや、クルミ、ペカンなどがこれに属する。種子に属するナッツとしては、カシューナッツや、ブラジルナッツが挙げられる。なお、厳密にはナッツに属さない豆類にも、ピーナッツなどいくつかナッツとして扱われる種類が、存在する。種じゃね類には、炭水化物を多く含むものと脂肪を多く含むものの2種類が、 大きく分けて存在する。炭水化物を多く含むものとしては栗などがあり、脂肪を多く含むものとしては、アーモンド、ピスタチオ、クルミなどがある。一般的に、ナッツとして販売されるものは校舎である。ナッツの利用として最も大きなものは、種をそのまま食用とすることである。ただし全く加工をせずにそのまま食されることは多く、なく、多くは主皮。 殻を取り除いて乾燥させたものが食用とされる。その後、塩や砂糖、油脂などを用いて調味加工されたものもある。加工されたナッツは菓子として、また酒と共に魚として食べるほか、砕いてサラダなどのトッピングとして食べられることも多い。アーモンドやココナッツはスライスしてフライの衣としても使用される。ナッツは生花材料としても極めて重要であり、 チョコレートやクッキーなどに混ぜて、あるいはそのままのナッツにチョコレートをかけるなどして使用される。アーモンドをペースト状にしたプラリネは洋菓子の重要な材料の一つである。ヘーゼルナッツのペーストとチョコレートを合わせたジャンドゥーヤなど、ナッツペーストとチョコレートの組み合わせは相性がよく多用される。成果材料としてはアーモンドこと砂糖を混ぜ合わせたマジパンなども重要である。 ナッツを使用した菓子は、ナッツと蜂蜜と砂糖を主体とした柔らかいヌガーや、ナッツパイに蜂蜜を染み込ませた中東で非常によく、食べられるバクラーは、そのままのアーモンドを遠いでくるんだドラジェ、栗を砂糖漬けにしたマロングラッセなど、それこそ無数に存在する。いずれも、ナッツの香ばしさや歯触りと甘みとを組み合わせた菓子である。和菓子においても、立ベイはすでに、 室町時代の文献にその名が見られ、江戸時代には、実用感も出現するなど、古くから、生花材料として用いられてきた。栗をペースト状にした栗あんはよく使用される材料であり、饅、ま、頭などに使用される。栗のほか、くるみも、歯触りや香ばしさからアクセントとして使用される。アーモンドやココナッツは、すりつぶして、ミルク状にし、ミルクと同様の使用法で使用することができる。 アーモンドミルクは飲料としての役割が大きく、豆乳と同じような扱いを受ける。特に動物性の食品を一切食さない。ベジタリアンにとっては、アーモンドミルクはまさしくミルクの代わりとして利用される。これに対し、ココナッツミルクは飲料として使用することもあるが、どちらかといえば食材としての役割の方が大きい。ココナッツミルクは、 東南アジア諸国など多くの熱帯諸国において基本的な食材の一つとなっており、ココナッツミルクを使用した料理が非常に多く存在する。利用法としてはミルクと基本的には同じで、料理にコクとまろやかさを与えるために使用される。ピーナッツもすりつぶして多用されるが、この場合はミルクではなくそのまま固体のバター状にして、ピーナッツバターとして使用される。 ピーナッツバターが最も多用されるのはアメリカであり、そのままパンに塗るスプレッドとして使用されるのが一般的である。ピーナッツバターは日本では砂糖を入れて甘く味付けしたものが主流であるが、日本以外では無糖のものが一般的である。また、ピーナッツバターは中華料理やアフリカ料理において調味料としてよく使用される。 脂肪を多く含んでいるものは植物油の原料ともなる。種ざね類およびその関連のものから取れる油の中で最も数量が多いのは、黄ゴを除けばひまわり油、そしてピーナッツオイルである。ピーナッツオイルは19世紀には主要な油量作物として盛んに栽培され、西アフリカのセネガルなどでは主要作物の一つに成長した。ココナッツオイルもやや重要である。 ココナッツはそのまま、ナッツとするほか、乾燥させて、コプラとし、食用油や工業原料とする。産業の少なく育つ作物も、少ない南太平洋諸国、特に干渉からなる島々においては、このコプラ生産は貴重な現金収入となってきた。世界の油脂生産の上で、大きな役割を果たすナッツは、蒸気の4種で、工業用や、 食用油を目的として広く栽培され、特にひまわりやピーナッツは、油量作物としての役割が大きい。1997年から1998年の世界の植物油生産において、オ黄ゴは1位、ひまわり油は4位、ピーナッツオイルは5位を占めている。2003年においては、オ黄ゴが3101万トンで1位、ひまわり油が860万トンで4位、 ピーナッツオイルが444万トンで5位、ココナッツオイルが320万トンで8位となっていた。この他に、ペカン油、マカダミア油などといったナッツ由来の油の種類は多く多方面に使用される。この他、ナッツの打内栗や土地のようにデンプンを主成分とするものは、穀物を安定的に入手することのできない、非農耕社会や山村においては主食として、 大きな役割を果たしてきた。そのまま、あるいはるなどの簡単な加工で食べられるものが多く、油脂などの多量の栄養分を含み、また穀物などと違い採集が容易であったため、狩猟採集社会においてナッツは食生活の根幹を成していたところが多かった。ただし、特に中井戸、高井戸地方において、ナッツの収穫は秋に集中し、また長期保存が可能であることから、 ナッツは主に秋に大量に収穫して、冬を越すための保存食としての性格を持っていた。縄文時代の遺跡である、福井県の鳥浜貝塚においては、栗や皮脂などのナッツ類が、予想消費量をはるかに超えて出土しており、この推測を裏付けている。また、栗や橋ばみのように明るい場所を好むナッツ類は、人類が、伐採や、火入れなどで、 極創林を消滅させた場所に進出して繁もする性質を持っており、それを人類がある程度理解してナッツの実る木が育ちやすいように周囲の環境に手入れを行う、すなわち極初期の栽培化も新石器時代には行われていたと考えられている。中でも青森県の山内丸山遺跡においては縄文時代中期に栗の純林が誕生しており、 当時この地域で栗を栽培し主食としていた証拠と考えられている。やがて人類が穀物を改良し、栽培を開始すると食料としての重要性は低下したが、以後も嗜好品としての性格を強めながら、主要食料の一角を成してきた。採終だけでなく、農業の開始とともに、いくつかのナッツは完全な栽培植物として育てられた。現代において、 ナッツとして利用されている植物の原産、栽培化された土地は様々である。アーモンドやピスタチオは中東原産で、そこから旧大陸の広い地域に広まっていった。栗は日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ東海岸にそれぞれ自生種があり、栗、中国栗、ヨーロッパ栗、アメリカ栗として各地域で栽培化された。クルミも旧大陸に広く分布し、 各地で採集、または栽培された。ココナッツの原料である、ココヤシは、東南アジアが原産と考えられており、ここから、旧大陸の熱帯地域へと広まっていった。特に、オセアニアの南太平洋に広がる諸島群においては、ココヤシは、真水の少ない干渉においても栽培できるために、重要な役割を果たし、ポリネシア人の南太平洋植民において、 重要な役割を果たした。新大陸発祥のナッツで最も重要なものはピーナッツであり、南アメリカ大陸で栽培化され、インカ帝国では重要な栽培植物となっていた。コロンブス交換によって旧大陸に持ち込まれるとアフリカ大陸西部で盛んに栽培されるようになった。また、アメリカ南部でも盛んに栽培され、南北戦争後には、 アメリカ北部でも消費が急速に拡大した。新大陸原産でピーナッツに次重要なものはカシューナッツであるが、これは南アメリカ大陸でも北東部を原産としている。ブラジルナッツはアマゾンに分布し、ゴムの採集が盛んになる19世紀後半まではアマゾンで最も価値ある産物の一つだった。21世紀においても、 ブラジルナッツは高く評価されるナッツであるが、これは他のものと違って栽培が非常に難しく、採集に頼っているためアマゾンの開発とともに生産量が急激に落ち込んできている。この他、オーストラリア大陸原産のものとしてマカダミアが存在する。マカダミアはアボリジニによって長く利用されてきたが、商業栽培は19世紀後半にヨーロッパ人によって始められた。 1882年にはハワイに持ち込まれて栽培が成功し、21世紀においてはハワイがマカダミアの大産地となっている。なお、オーストラリア大陸原産の食用植物には、他大陸で広く利用されているものは他にはあまり存在せず、マカダミアが最も知られた存在となっている。など、など、ナッツに対してアレルギーを持つものは少なくない。また、 しばしば重篤な症状を起こす。ナッツアレルギーを持つ者は驚くほど少量のナッツ成分を摂取しただけで重篤なアナフィラキシーショックを発症することがある。ナッツを使用していない食品でも製造工場でナッツを使用している機器からの微量混入があっただけで発症した例がある。落下性に対するアレルギーは特に有名である。入幼時期に 落花生を含む食事を与えると落花生アレルギーを持つようになるとする説がある。これは落花生の成分を十分に消化する能力がまだない小さな子供の体は落花生を異物として処理するためである。落花生は豆科の植物であるが落花生アレルギーを持つ者が他の豆類でもアレルギー症状を起こすとは限らない。また他の種類のナッツのアレルギーを持つ者が 落下性アレルギーを持つとも限らない。ありがとうございます。